皆さんこんにちは。 BS11 配信コンテンツビズ局のすっちゃんこと新入社員の吉田鈴香です。そして本日は BS11 のキャラクター獣医ちゃんと一緒にお届けしてまいります。よろしくお願いします。いつも皆様 BS11 YouTube チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回は BS11 開局15周年ということで記念動画を撮影させていただいております。そして先日 BS11 公式 YouTube チャンネルが開設から11年が経ち、登録者数もおかげさまで12万人を突破いたしました。ありがとうございます。獣医ちゃんどうですか？はい、そしてここに箱が届いております。果たして10万人突破記念のあれなんでしょうか？早速獣医ちゃんと一緒に開けていきたいと思います。それでは開封していきたいと思います。真っ黒な箱に入っております。少し重いです。住所がすべて英語で書いてあります。では開けていきます。よいしょ。はい、獣医ちゃんにちょっとお手伝いをしてもらっています。黒のスポンジが出てきました。はい、チャンネル登録者数目標達成おめでとうございますという紙も一緒に入っておりました。まだなかなか見せてくれないですが、それではこちらの紙を取っていきたいと思います。じゃじゃん、届きました。銀の盾、いかがですか？はい、こちらついてきた一緒の紙に YouTube CEO のスーザン・ウォジスキさんからチャンネル登録者数10万人ということでお手紙をいただいております。ありがとうございます。では早速ちょっと箱からも取り出してみたいと思います。よいしょ。よいしょ。はい、袋にも厳重に入っておりますので出してみます。はい、全国無料テレビ BS11 10万人突破の銀の盾いただきました。ありがとうございます。次は目指せ100万人、金の盾を目指して頑張りますので、皆さんチャンネル登録はそのままで、各動画の高評価も何卒よろしくお願いいたします。今回の動画は BS11 開局15周年そして BS11 公式 YouTube チャンネル開設11年、登録者数12万人突破の記念動画として YouTube チャンネルにアップしているさまざまなコンテンツにご出演いただいている皆様にメッセージをいただきました。素敵なプレゼントもあるかもしれません。ぜひご覧ください。レッツゴー。皆さんこんにちは、高橋メアリー純です。佐藤のりです。私たちが出演している私たち鉄印帳を始めますのご視聴いつもありがとうございます。ありがとうございます。そしてなんと BS11 公式 YouTube チャンネル登録者数12万人突破ということでおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。この番組はですね、私たち含め女優のみんなで全国の鉄印を40カ所集める旅ということで、普段見れない女優さんの素顔だったり、その地方やローカル線の良さ、そう、景色もすごい綺麗だし音楽も本当素敵なんですよ。本当見どころ満載の番組になっております。はい、ということで BS11 ではこれからもどんどん素晴らしいコンテンツを作っていきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、大田和彦です。いつも大田和彦のふらり旅新居酒屋百選を放送や BS11 YouTube でご覧いただきましてありがとうございます。そして BS11 開局15周年 BS11 公式 YouTube 開設11年
チャンネル登録者数12万人突破、おめでとうございます。この番組も見てくださっている皆さんのおかげで、先日は放送100回を超えました。見ていただけましたでしょうか。これからも日本各地の酒、料理、そして何よりも各地にある素晴らしい居酒屋をご紹介して、見てくださっている皆さんに楽しんでいただけるような番組をお届けしていきたいと思っています。よろしくお願いします。それではまた番組で。ありがとうございました。皆さんこんにちは、中西ゆりです。BS11 開局15周年、いつも番組をご覧いただいている皆様、本当にありがとうございます。そして BS11 公式 YouTube 開設11周年、チャンネル登録者数12万人突破ということで、改めておめでとうございます。さあ、偉人素顔の履歴書は番組放送後 BS11 YouTube コンテンツにもアップされているんですが、たくさんの方に見ていただけているということで、視聴者の皆様に改めてお礼をさせていただければと思います。番組の放送だけではなく、この YouTube もご覧いただいている皆様、本当にありがとうございます。今回はせっかくなので、普段番組やアフタートークでもなかなかお話できていない、撮影の裏話ですとか思い出話もちょっとできたらなと思うんですけれども、はい、私はあれですね、いつも打ち合わせがすごく面白いなと思っていて、この番組を作っていく前に構成会議という会議で、その時取り上げる人物を前もって先生とスタッフの皆さんと一緒にこうお話しして、どんな素顔を見せていこうかっていう話をしていきますけれども、その時にやっぱり先生から教えていただく、まさにこう裏話というか、実はこんな人物だったんだとか、こんな説もあるとかっていう、本当に番組ではちょっとご紹介しきれなかったり、ちょっと刺激的すぎる話でちょっとこれやめとこうかってなるお話もすごく面白いので、なんかちょっとそういうところもなんか YouTube でなんか紹介できたらななんて思うんですけれどもね、私はね、構成会議というのはね、1ヶ月に1回あるんですけどね、もう悪夢ですね。そうですか。もうね、行くとですね、口頭諮問の逆パターンというわけで、私座ってる私に対して現場の人たちは入れ替わり立ち替わり、そのいろいろ質問してくるわけですよね。はい、ね、答えられればいいんですけどね、また、人間それぞれ顔が違えば考え方も違うわけで、偉人のどこをその素顔にして、どこをぶってその落としどころとするかというのは、これはね、わずかなミーティングだけでやっぱ難しいですね。ああ、そうかもしれないですね。だから出来上がった作品を拝見して、ああうまいこと言ったなと思う時と、ちょっとこれ外したかなと思う時と、反省ですね。そうですね。でもなかなかね、満足な結果が出せない、自分が一緒に申し訳ないと思ってるんですけどね。あ、そうですか。なるほど。あ、でも、ね、先生のような方でもやっぱそういうふうに思われるっていうか、やっぱり、歴史はね、もうなんていうんですかね、知ってるように思い込んでる人でもですね、実のところ分からないことの方が多いわけですよね。まあ、実際見に行ける人はいないですもんね。50年生きたからといって50年の全てが分からないことはありえないわけですよね。でまた多くの場合、これは日本人のみならずですけれども、その人物の性格を語る物語、エピソード、相話と言われるものから、その拾われるその性格、あるいはその反射ってのがあるわけですね。無視するわけにはいきませんし、そこから入っていくのはいいんですけれども、じゃあその史実から見えてくる人物のどこで、その話を止めて落としどころにするか、で視聴者の皆様に何をその、学んでいただけるか、そこを考えていくというのはね、やっぱ毎回ですけども、これはもう苦しいですね。そうですか。確かにこう私なんかはこう先生から話を教えていただいたりとか、話を聞く方なので、そういう意味ではこうワクワク楽しみっていう部分が方が大きいんですけど、やっぱりそれをこうどう見せていくかっていうのを考えるのは、やっぱりこう大変な面っていうのはありますよね。だからそれだけこう人物ってすごい多面体で、もう見せ方によっていかようにもなるっていうところが、そうなんですね、ありますね。だから監修者が変われば、当然その人物の取り合い方も変わってしかるべきですし、その年齢におけるその反射も違いますしね。テーマを何に持ってくるかによってもやっぱり輝き方ってのは変わってくると思うんですね。だそういう意味で言うと、その毎回毎回その試行錯誤ですね、はい、で
よく頭に持ってるのは、視聴者の皆さんが何も知らないことを並べてもですね、まず取っかかりとして参加していただけない、もう名前聞いたことあるぞと、あるいは多少のことは知ってるぞというところから入っていただいて、知ってることを整理していただきながら、こういうことはご存知ですかと、今こういう解釈してるんですよねということを少しずつ入っていくことによって、ちょっと学びを広げていただけたらというのが今やってるそのやり方なんですけどね。はい、ちょっとね、なるべくこう、まあ、その人の魅力ですとか、知られざる一面っていうのをこう、ね、視聴者の皆さんに面白いなと思っていただけるような、なんかそんな見せ方をこれからもしていきたいなと思います。はい、思いますね。はい、さあ BS11 YouTube も100万人突破、まあ、金の盾を目指しているということで、私たちも番組を通して視聴者の皆様により楽しんでいただけるようなコンテンツをこれからも頑張って届けていきたいと思います。どうぞこれからもよろしくお願いします。はい、さて日頃の感謝を込めて視聴者の皆様に私たちからグッズをプレゼントさせていただくことになりました。偉人素顔の履歴書からは、こちらですね。はい、色紙なんですけれども、これ YouTube の、アフタートークのランキング企画で私が書かせていただきました西郷隆盛と石田三成のイラストなんですね。これランキングで理想の上司理想の部下もし現代に蘇ったらというテーマで書かせていただいた絵なんですけれども、ちょっとこちらもプレゼントさせていただきたいと思います。お宝ですね。一応1 枚, だけ1枚ずつ手書きなので他にはないということで、複製がないですからね。はい、ちょっと面白そうだなと思っていただいた方にはぜひぜひ応募していただければと思います。そして賀来先生からのプレゼントを紹介していただきます。はい、私は歴史家作家ですので、最近書きました本を、サインを入れさせていただいた上で、プレゼントさせていただきたいと思います。はい、日本史を変えた偉人たちが教える3秒で相手を動かす技術。もうね、タイトルつけるのは編集者ですからね。あ、私は3秒で相手を動かす技術なんて一言も語ってないんですけれども。そうなんですか。はい、そういうことになったようでして、こういう長いタイトルもなんかこういうのが流行りだからということで編集者が決めてしまったんですけれども、まあ、内容は どんな内容の本ですか。内容は交渉をうまくするにはどうしたらいいかということについて、駆け引きですね、それを歴史上の人物がどのようにうまくしたかについて書いたんですけれども。あ、なるほど。じゃあちょっと今の私たちも実践できるような、まあ、偉人から学べる、これはね、口実筆記というやり方をとって、私の話を聞いてくださった方が文章にまとめてくれて、それを私がもう一回チェックし直した本なんですね。そうなんです。私はね、どうも文章がね、難しい言われるんですよ。あ、ですから今回は若い人にも読んでいただけるようにということで口実筆記にしたんですが、さあいかがでしょうか。皆様からのご応募お待ちしております。さあ、いつも視聴してくださっている皆さん本当にありがとうございます。これからもチャンネル登録はそのままで、ぜひ高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。皆さんこんにちは、プロゴルファーの諸見里忍です。 BS11 公式 YouTube チャンネル登録者数12万人突破おめでとうございます。実践ゴルフテクでは皆様のスコアアップに少しでもお役に立てるようスタッフ一同頑張って番組を作っています。毎回とても素敵なゲストの方にお越しいただき、私自身学ぶことも多く、そして楽しくラウンドさせていただいています。これからも諸見里忍実践ゴルフテク、どうぞよろしくお願いします。こんにちは、大人のバイク時間モトライズのナビゲーターを務めます中野真也です。この度は BS11 開局15周年、そして BS11 YouTube チャンネル登録者数12万人突破ということでおめでとうございます。オートバイに乗る方も増えているということで、番組から、オートバイの魅力をですね、どんどん発信していきたいと思います。これからも大人のバイク時間モトライズをよろしくお願いします。皆さんこんばんは、岡崎美穂です。皆さんこんばんは、熊
田茜です。はい、いつも BS11 YouTube と文化放送超 A&G にて転生したらスライムだったけんテンスラジオをご覧いただいている皆々様、ありがとうございます。そしてね、BS11 さんがなんと開局15周年ということで、15周年、私たちはまだ小学生だったかなっていうぐらいにね、もう歴史が素晴らしいなっていうところなんですけれども、そして BS11 公式 YouTube、いつもお世話になっておりますが、なっております。こちらのチャンネルも開設11年、11、やばいよね、すごい、11だよ。でチャンネル登録者数も12万人と、もう11超えちゃってる。すごいです。ということで改めて、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、すごいことだよ。12万人いるから、もう国が作れるんじゃないかっていうね、くらいのすごい方々がね、このチャンネルを見てくださってるっていう、本当におめでとうございます。おめでとうございます。はい、私たちがですね、出ている転生したらスライムだった件テンスラジオは、文化放送超 A&G での放送後、BS11 YouTube にアップされているんですが、たくさんの方にね、いつも見ていただいていますね。もう本当にありがとうございます。なんかアーカイブとかがあるとさ、やっぱその仕事、時間、仕事であーって時もさ、振り返ってみていただけるし、おまけコーナーもね、テンスラジオはしてるので、本当にね、ありがたいなって。戻ってね、見てもらえたりもするからね。そう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 、ね、嬉しいよね。あの回良かったとか話してもね、みんなと一緒にありがたいんですが、まあ、今回はね、その記念すべきっていうところで、せっかくなので、この番組、テンスラジオを少しだけ振り返っていこうと思います。やった。はい、ちょっともうちょっとさ、怖いんだけど行こうと思います。お願いします。まあ、4月から始まって、半年が経つということで、半年早っ。半年、もう半年、いや痛い、びっくりした、めちゃめちゃ暴れちゃったよ、ね、びっくりしたね、コリルバーにぶつかりね、半年半年を重ねたんだっていう自覚がまだないんだけど、はい、めちゃめちゃどう、なんか慣れたとかある、そうですね、なんかね、もう初っ端、やっぱこう緊張してたんですよ、その番組を背負わせていただくっていう、作品がね、そう、作品をね、背負わせていただくっていうのが初めてだったから、そこにすごいドキドキしてたんですけど、その美穂ちゃんと元々お友達だったんですよ。仲がいいからね。そうだから、なんかそこに対してのなんかこう、うわ、もう喋れるかなはなかったから、初めましての先輩とかではなかったから、そうじゃなかったから、めちゃめちゃね、もう初回から楽しくて、逆にあ、やっちゃった、わかる、あ、やっちゃった、めっちゃわかるよ。ね、多いですよね。私もやっぱ茜とって聞いてたし、テンスラで舞い上がっちゃって、なんかなんだろう、映像映ってんのに映像映ってないと勘違いしちゃったりとかね。わかる。時計を無事に勘違いしたりとかね、ありましたけれども、いやでもさ、数々のゲストさんを実は迎えてて、めちゃめちゃ豪華ですから。もちろんね、普通に2人でやってる回もあるんだけど、振り返ると、まずね、ベニマル役の古川さん、ナンスカ事件、ナンスカ事件ね、もう知ってる人は笑ってください。ナンスカ事件の古川さん、本当に感謝しかないですよ、古川さん。そしてそして、シュナ役の千本木さん、千本木さん、話せて嬉しかったです。感想挟んでくる。ミリム役のチャンリナさん、会いたかった、チャンリナさん、私だけ会えなくなった。そしてゴブト役のトマリアサさん、トマリンって呼べて嬉しい、トマリンさん。はい、そしてリグルド役の、山本金平さん、金平さん、優しかった、プレゼントまでくれたね、美穂ちゃんに、ね、本当だよ。そしてロンさんはね、ロンさん、茜がね、もう本当にね、たくさんの ね、テンスラジオでしか聞けないね、裏話をもありがとうございます。いや本当にありがたいですし、さらに、ランガさん、ランガさんじゃない、違うの、だって、ね、あの小林ちかひろさん、大変失礼しました、違うの、ちかひろさんいつも出会うと、わがるじ、今日も頑張っておられますね。ごめんなさい、あのよくやるんです。ランガ役の小林ちかひろさん、ありがとうございました、ね、あとはね、番組側でも、ね、皆さんツイッターを見ている方はおなじみの、杉本プロデューサー、杉ピーだったりとか、そんながっつりていいの、杉本プロデューサーいいのか分かんないけど、杉ピーだったりとか、あとはさ、割と最初の方でさ、びっくりしたのが伏せおた、来ましたね、スタッフさんがさ、ニヤニヤして、まだ開かない、これは特別だから、本当に何かと思ったもんね。なんか普通にこう差し込みが来て、何かなと思ったら伏せですって、原作者の、いやマジでね、伏せさん、伏せさんが今見たらきっとリラックスしよってって思うから、やっぱ緊張してたもんね、だんだん ね、あるからね、この子たち笑ってやってるわって ね、思ってくれてたって嬉しいでございますよ、ね。
いやでもあかねちゃんはさ、うん、初めてまあテンスラにさこうガッてさ関われて、はい、まあ、エレンのお話とかもさ、うん、結構できた場もさ、いやそうなんですよ、ね、もうねここがたくさんできるって場だったからさ、めちゃくちゃ嬉しい、ね、もうエレン役をねやらせていただいてるんですけどね、うんうん、だってそれこそテンスラジオがなかったら、うん、だってみほちゃんにも話せてなかった、うん、そうなのよ、なかなかアフレコは被らないから、そう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 、でもテンスラハイライトとかね、まあ、いろいろ企画やってるんですけど、うん、そういうとこで一緒にねエレンのことだったりリムルのことだったりね出来事を振り返れるのがね、嬉しいななんて思っておりますね。裏話もね、たくさんお話させていただいております、はい、まあ、改めてもテンスラはすごいということでね、テンスラはすごいすごいぞということでテンスラジオをねこの2人と、まあ、ゲスト様がいらっしゃる時は、はい、みんなで盛り上げていきたいなと思っております、思ってます。はい、ということで、はい、BS11 YouTube も次は100万人突破、金の盾を目指していらっしゃる、素晴らしい、はい、ということで私たちも見てくれている皆さんにね、うん、まあ、貢献できるように、うん、よりたくさん楽しんでいただけるような番組をお届けしていきたいと思ってますので、はい、これからもご視聴よろしくお願いいたします。お願いします。ぜひぜひ超 A&G プラスを見て、うん、翌週には YouTube でも見てください。お願いします、お願いします。そしてですね、高評価もぜひぜひお願いいたします。お願いします。ではまたテンスラジオでお会いしましょう。せーの、テンスラバイバイ。皆さんこんばんは、大阪亮太です。皆さんこんばんは、ひかせよくです。こんばんは、遠山奈央です。はい、いつも BS11 YouTube と文化放送超 A&G プラスにてラジオでも働く魔王様をご覧いただいている皆さん、ありがとうございます。ありがとうございま す, います。そして BS11 開局15周年、 BS11 公式 YouTube 開設11年、チャンネル登録なんと12万人あら、うん、突破ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。私たちも出演しているラジオでも働く魔王様は文化放送超 A&G プラスでの放送後 BS11 YouTube にてアップされているんですが、うん、本当にたくさんの方にご覧いただいているみたいで、本当そうらしいです。嬉しいです、ね、でアーカイブも残っているのでよかったら見ていただきたいなと思うんですけど、あの週替わりパーソナリティだったので、うん、なんかどうですか、印象に残ってる回とかってあります？覚えてる、そもそも覚えてる、覚えてる覚えてる。めちゃめちゃ覚えてる。じゃあ何ですか。なんか私下野さんと会話したことがなかったなって思ったんですよ。それは語弊があります。語弊ある。いや下野さんめちゃめちゃ共演してるんだけど、うん、なんか意外とラジオで一緒になったことないし、イベントのトーク系のイベントとかでも一緒になったことがなくて、でアフレコでなんかまあダラダラ喋るみたいな身のない会話だからなんかラジオで話せて新鮮だった、すごい。もうこのお名前の並びを見ただけで面白そうだなって思うこのお二人が、ね、意外とじゃあここが初の場になったってことなんですね。なおは何かありますか。私はでもやっぱりなんか寿司物さんの回はすごい印象に残ってて、うん、なんかあのなんだっけな、すごいあのこの現場だからこそ出てくる話題とかが結構あったなって思って、うん、なんだなんだ、いやもうあんまり今おっぱいの話これそれもそうなんですけど、なんかあの回ちょっとそういうアダルティーな、アダルティーだった、アダルティー多くて、アダルティー、アダルティだったかな、なんかそれが今パッと思い浮かんじゃった自分が嫌だったんですけど、そうだね、なおほらちょっとむっつりスケベだから。違うから だからもうそれを一番に覚えてる、ね、記憶、ね、でもそれだけ結構衝撃的だったんだな。あれですよ、あのアフタートークで、うん、絵文字の話したんです。あこれとかこれこれみたいなやつだ。それじゃないです。え汗のやつです。汗、あびしょびしょか、あそれが衝撃的で、うん、知らないよね、知らない知らない、ぜひその回を見てください。言わないんだここで言わないんだ。はい、りょうちんは、りょうたは、僕はやっぱりね、栗林さんが一回ねゲストで来てくださった回とかはね、まあ、僕はただのファンなので、そうだね、めちゃくちゃ緊張して進行をほぼなおちに任せるっていう、そうだね、緊張が移りそうでした。でもなんか後半はね割と普通に話したりとか、もともとどういう感じで好きだったのかっていうのを話してね、
あのご本人様も栗林さんも栗林さんもちょっと喜んでくださったんで、それはちょっと名前を申し上げるのも大変ご本人様って言いだしあんまりどうなのかなって思っちゃう、ファン側からするとなんかそのすごいね、こうやってあれ好きだったんですっていう気持ちをぶつけすぎるのもちょっと引いちゃうかなと思って、あんまり言いづらいみたいなねあったんだけど、でもすごくね栗林さんも嬉しそうに、ね、すごい喜んでくださって、ね、そんな昔から見てくれてたんですか、はい、みたいな感じで驚かれてて、ね、うん、ほっこりしました見てて。なんかデュオタは絶対この栗林さんが来てくれた回を言うだろうなって思ってた、うんうん、私も思ってました、うん、私の誕生日に撮った日それを差し置いてでもでもなんだかんだでさ、その最初2回目にしてさ俺いなくなったじゃん、うん、あそうだったね、そう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 、うんうん、だからあれこれはあんまり出られないフラグかって思ったんだけどなんか珍しいよね、なんかメンバーが変わるって、うんうん、確かに誰かを軸にするってことでもなく、まあ、わりかしこの3人はよく出てたけど、そうだね、確かに確かに、うん、都度違うカラーが出てましたもんね、うん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 、そうだね、カナエハンがこれよく見るとさ1回しか出てないんだよね、あそうなんだよ、レアキャラやん、 SS レアだ、そうなんだよ、ね、まあ、そこでがっつり語ってくれましたけどね、いろいろ、でもキノヒナちゃんもよ、あそうだね、キノヒナちゃんもそうだね、最初に出て以来出てないのか、アナスラムさんの話聞きたかった、女子会したいね、あーそれも面白そう、俺がいないとこでやってくれる、それいや、俺がいないとこでやりたい、あんた女子じゃないでしょ、いや俺がいないとこでやりたいって言ってくれる今ここで言われると俺入れないからそうだねとも言えすごい、こんな堂々とした、女子会やりたいねひどい仲間外れ、もうそれは俺女子になってなりきるしかないか、もしくはもう 今みたいに止めるしかないから、りょうことゆうことひろこえ、シャンパン片手にやりたいねいいですね、大人のあるお酒もある会やりたい、あ確かにね割と緩いからそういうのもありかね大変なことになりそうだ、ね、はい、はい、ということでこちらの BS11 YouTube、はい、なんですけれども、こちら10万人を突破して銀の盾はゲットされているそうなんですけれども、ね、おめでとうございます、ね、じゃあ次は100万人突破で金の盾をね、そうね、目指して、ね、うん、この働く魔王様ラジオでも、うん、ちょっとお力添えできるように頑張りたいですね、うん、今後もね、ぜひぜひ、また私たちもその続編で、ね、ラジオとしても戻ってくることができたら、ね、また一緒に金の盾に向かって一緒に走りたいと思いますので、うん、ぜひアフタートークの時に To be continued って入れてもらったんで大丈夫です、そうですね、はい、お願いします、はい、ということでね、登録とかね、キャンプとかいろいろやりたいこと、うん、ラジオでもそう言ってたので、たい、はい、皆さんもどんどん希望とかをね、ツイッターとかで言ってもらえたら嬉しいんで、はい、ということで今後もアニメ働く魔王様も見直して、ラジオでも働く魔王様も BS11 YouTube でアーカイブも見てください、うん、高評価もよろしくお願いします、あなんか高評価高評価お願いします、言うと思わなかったね、またいつかね、ハトマメンバーで皆さんと会えることを、僕たちも願っております、ということでまたバイバーイ。図書館だ、どんな本でも揃ってる、さらには海賊かっこいい、しとしとさんはお姫様、ジロキッちゃんは探偵だ、ヨーヨー妖怪ヨー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 妖怪ヨーヨー、不思議な箱から手が出たよ、3匹、出演者の皆様メッセージやグッズありがとうございます。なんとグッズにサインをいただいたコンテンツもあります。素敵なプレゼントの応募は BS11 ホームページからご応募いただけます。またこの動画の概要欄にもリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。皆様のご応募お待ちしております。そして7月より BS11 の動画をさらに見ることができるサイトが BS11 オンデマンドから BS11 プラスにリニューアルいたしました。お好きな番組の見逃し配信をご覧いただけるのはもちろん、BS11 オリジナルの配信番組もございます。ぜひチェックしてみてください。また YouTube の内容を投稿しております各 SNS
ツイッター、インスタグラム、TikTok も新しく開設いたしましたので、ぜひフォローしてくださいね。これからも BS11 をよろしくお願いいたします。今日は皆さんありがとうございました。はっ、笑うんだったら爆笑、泣くんだったら号泣、時が胸胸